はい、近所のこまるさんがホームページを持っていて、そこに応援するサイトを作るから参加してくれないかということで載せていただきました。因島に来られたファンの方はたくさん思い出のある方がいらっしゃるんですけど、まあ、とりわけやっぱり外国の方、韓国の方とか、中国の方がやっぱり音楽は音楽には国境がないのかなと思いました。オープン当時からあるエビとイカ、タコ、アサリを使ったシーフードリアが売りです。そしてまた最近では、魚介類を使った海賊スパゲティが大変好評です。